皆さんこんにちは、ももです。はい、今日は普通に、ご飯食べながらゆるいブログをしていきたいと思います。アメ語が含む場合があるので、はい、不快に思う方はご了承ください。で、今夜に撮影しているのでとても暗いんですけど、ご了承いただければと思います。はい、で今日は普通に休日だったんですけど、この撮影している日が雨で、なんかずっと外に出るのが嫌だったから、で、そうですね、なんか家事やったりいろいろやってて、はい。で今日ご飯も作っちゃったんですけど、じゃーん、イエーイ、ふぅそう、今日は北海道旅行に行ったんですけど、私以前北海道ブログっていうのをアップしてるんですけど、そう、北海道行った時に買ったジンギスカンを焼きました。イエーイ。でもなんかこのジンギスカンを焼くレビューは別にねする必要ないかなって思ったので、そう、ジンギスカンのパッケージだけ後で写真撮ったからそれを載せますね。ラムテっていう、はい、あるんですけど、そこのジンギスカンが一番美味しいです。はい、じゃあいただきます。で、飲み物は青汁ですそう、私青汁好きなんですけど、そう、健康にはね気をつけてくださいそう、それで今はちょうどいつもこういう向きで撮ってるんですけど、こっち側に、反対側にテレビがあるんですね。で、テレビをで私 YouTube が見れるんですよ。そう、 J-COM に入ってると YouTube をテレビで見れるんですけど、はい、だから今はコスタ家のエリコさんのブログを見ながらご飯食べてます。そう、いつもこんな感じですね。仕事帰ってきても、はい、なんかご飯作って、なんかブログ見て、好きなね方の YouTube ブログ見ながらご飯食べてみたいな、で撮影した動画を編集してみたいな感じですね、いつも。はい、ちょっと今日雑談ブログなので時間がちょっと長めになっちゃうかもしれないんですけど、まあ、ちょっとずつ、はい、カットしたり編集したいと思います。はい、私ブログなのでトークがメインになってしまうのですが、はい、じゃあちょっといただきます。イエーイ、うん、美味しい。で、このジンギスカンはほんと味付けしてあるから、もうなんか好きな野菜入れてほんと炒めるだけ、フライパンで炒めるだけで大丈夫なんで、はい、おすすめです。北海道から、そう、冷凍で送ったから保存しててずっと食べてなかったから、そう、冷凍保存していたから、うん、美味しい。そう、いつ食べようかなって思ったんですけど、うん、やっぱりね、友達がね遊びに来るんですね、私の家に。泊まりやすいっていうか、まあ普通に女の子の友達が来るんですけど、その時になんか焼こうかなって思ってて、ビールとか買ってお酒とか買って、ね、お酒開けてみんなでジンギスカン食べようかなって思ってたんですけど、そう、夏ってねなかなか予定合わないですよね。そう、うん、そうなんです。で、なんかジンギスカンの食べ方で言うと、うどんとか麺類何でもいいんですけど、それと一緒に炒めて食べると、はい、そのままご飯、まあご飯って食べてもいいんですけど、プレートで食べれるので、はい、おすすめです。うん、じゃあ北海道はその時間がなかったから親戚の家に行ったんですけど、2泊しかしてなかったから、まあちょっと観光地に行って、まあ、美味しいもの食べてって感じだったんですよ。そう、何でも美味しいですね、北海道って。やっぱ焼肉とかも連れてってもらったんだけど、肉が全然違うんですよね、新鮮。多分東京で食べたら本当にお金が飛んじゃう、すごい高いと思うぐらいの新鮮なお肉でした。はい。
ちょっと青汁飲んでる感じがね、気持ち悪いかな。そう。でも青汁いいですよ。女性の方とか、本当に。肌にもいいし、健康にもいいから。もし青臭いのが嫌だったら、アップルジュースとかオレンジジュースあるじゃないですか。普通に市販に売ってる。あの、スーパーでもいいし、コンビニでもいいんですけど、それと割ると美味しいですよ。うん。そう。あのね、野菜はちゃんと取らないと、本当に、特に女性はね。私結構野菜食べるんですけど、うん、そう、野菜はなんか実家に住んでる時から結構野菜を食べるんですけど、この間も血液検査したんですね。ちょっと体調不良だったんですけど、あ、そうだ、皆様その心配のメールとかコメントいただきありがとうございます。だいぶまだ咳は出るんですけど、だいぶ良くなりました。そう、気管支炎になってしまって、そう、病院行ってたんですけどね、まだ薬も飲んでるんですが、なかなかね、やっぱ仕事しながらね、体調整えるのって難しいですよね。仕事休むわけにもいかないし、うん、社会人って大変ですよね。そう、でも多分一日休んだからって治るものじゃないんですよね。なんかそういう気管支炎とかさ、そういうなんか炎症が起きちゃってるから、そう。まあだから結局仕事は行ってるんだけど、まあマスクしつつしてたんですけどね。うん。大変ですよね。食べるとね、出ちゃうんですよ。だからちょっと眉間にシワ言っちゃうんですけど、すいません。あの、咳を我慢してるんですね。あの、メイク動画とか結構眉間にシワが寄ってるんですけど、咳を我慢すると、こうなって力が入っちゃって、そう。あとなんか咳のしすぎで、なんか腹筋がめっちゃ鍛えられた気がします。なんかよくわかんないけど、お腹が、腹筋が痛いですね。筋肉痛みたいな感じで。そうですね。最近はそんな感じかな。うん。まあ、病院に行きつつも、そうですね。あとなんかあったかな。なんか最近私あげてましたっけ。ブログ的なことを最近なんかリクエストが多いので、そう、視聴者様のリクエストのが溜まってきちゃったから、早くお答えしなきゃなと思って、結構作ってるんですけど、私ちょっと再生時間が長くなってしまうんですが、結構トークがメインなので、そう、あの、レビューがメインじゃないので、その辺をまあ、ご理解いただければなって思うのと、あとまだ iPhone で編集しているので、どうしてもなんか、ね、トップのクリエイターさんのように、うまく、ね、できないんですけど、まあ少しずつ努力しますので、すみません。はい。でも海外のブログとかご覧になられる方はね、私もあの本当海外のばっか見ちゃうんですよ。日本のはあまり分かんなくて、最近は勉強するようにしてるんですけど、日本の YouTuber さんのはあまり見てないんですよね、正直言うと。そう、まあ見る時間がないっていうのもあるんですけど、働いてると、ほんと YouTube とかって見る時間ないですよね。本当に好きなのだったら見ると思うんですけど、だからやっぱ見ちゃうのはブログ系のそういう海外の方の、海外に住んでる日本人の方のやつとか、まあ本当に英語でやってる方のやつとかばっか見てるから、そうなんですよね。日本の方のやつが詳しくないので、なんかおすすめとかありましたら、はい、コメント欄にお願いします。はい。うん、そんな感じかな、最近は。あ、そっか、あとはなっちゃんさん、夏増しマーシーさんとなっちゃんさんのなっちゃんとご飯に行きましたね。そう、2人で行ったのは初めてだったんですけど、うん、可愛いですよね、本当に。あのままって感じです、可愛くていい子でしたね。そう、大人っぽいからとてもしっかりしてますね、本当に。まあまたね、機会があったらね、動画にブログとかまたトークとかできたらいいと思うんですけど、そう、私メイクとか得意じゃないから、なんて言うんだろう、そのビューティー系のやつができないんですよね。そう、なんか自分で使ったものを紹介はできるんですけど、なんか何こういう時のメイク方法みたいなのが、簡単なものはね、できますけど、一般的なっていうの。そう。
だけどそのプロの方みたいなやつはできないんですよね。難しいですよね、そういうのって。流行りとかもあるじゃないですか。難しい。今コスタケのねブーチがめっちゃ可愛かった。コスタケのね家族みんな可愛いんですよ。エリコさんももちろん可愛いし、めっちゃポジティブなんですけど、お子様もみんな可愛くて、はい。で、最近よく言われるのが、なんかツイッターとかやってますかって言われるんですけど、私、一般人なので、そのツイッターまでね、そのやる、なんていうんだ、時間がないんですよ。普段は普通に働いてて、し、なんか正直、なんか ツイッターでね、つぶやくことがないっていうか、そう、ね、拡散したり、こういういいものをさ、こう広めたりとかする、まあ、お返事とかね、返すとかもできると思うんだけど、そう、一人一人に返すのに、時間かかっちゃったり、あと優先順位とかあるじゃないですか。すぐに返せるものと、悩み系とかだったら、やっぱね、一人一人時間かけてね、返信とかしたいので、ちょっとツイッターだと、なんかやりづらいなって思っちゃって、で、一応、そう、LINE はやってるけど、プライベートすぎるから、はい、すいません。LINE はね、ちょっと教えることはできないので、そう、リクエストの方は結構、その、概要欄の、はい、メールアドレスから送っていただいたり、あとメッセージとかも送っていただいてるんですが、はい、ありがとうございます、いつも。そう。なので、まあ、Gmail なんで、スマートフォンとかタブレットをお持ちの方とかだったらできるけど、もしかしてガラケーとかね、昔のこういうパカパカの携帯のね、お持ちの方とかだったら、ちょっとね、メールやりづらいですよね。チャットっていうのもやってるんですけど、わからない海外のね、YouTube 見てる人とか、海外の文化が好きっていう方とかは、そうやってスナップチャットをちょっと公式化しようかなっていうのを考えてて、スナップチャットだったらチャットみたいな風に、まあ LINE のような感じでメッセージが送ったりとかできるので、個人個人に返せるかなと思って、Twitter だと見えちゃうじゃないですか、プライベートなことっていうんですかね。お悩み相談でも拡散されて、それを全部見えちゃうので、ちょっとそれはなんかね、視聴者様にもプライベート感がね、申し訳ないなって思うので、悩み系だったら。そうできるようにちょっと努力してみますね。はい。そう。なんかね、その公式化ってやり方もわからないんですよ。一般人なので、なんか所属してるとかじゃないから、どうやるんでしょうね。多分そういう制限をかけるんだと思うんですけど、ブロックしたりとか、なんかそういうね、例えば出会い系みたいなやつはダメなので、そういうブロックしたりとかすると思うんですけど、そうだからメールとかでもちょっと変わったメール来ることもある。たまに文章で男性なのか女性なのかっていう怪しい部分があるメッセージとかもあるので、そうですね、本名とかで送ってくださる方がほとんどなので、だから YouTube で上げるときは、皆様のお名前は出さないようにしてるんですけど、世界に配信されちゃうから、ね、本名とかだと、ね、差し支えがあると困るので、そうそう。だから、スナップチャットだったら、その気兼ねなく、まあ、女性なら女性、まあ、男性なら男性でも、その悩み系だったら、チャットだったらね、こう、やりやすいかなっていうのと、そうそう。まあ、簡単にこれ教えてくださいっていうのは、さーっと返せるし、お悩み系だったら、ちょっと、後でゆっくり、レビューしますね、とか、お答えしますね、っていうふうにできるので、そうそう。だから、今後スナップチャットでできたらって思うので、もう少々お待ちください。でも今はメールアドレスを貼ってあるので、そちらを、はい、何かあったらそちらからお問い合わせいただければと思います。はい。そうですね。最近はそんな感じですね。で、暑いし何もやる気起きないし、まあ元気なんですけどね、体は元気なんだけど、やっぱ咳って疲れるんですね、咳してると疲れちゃうから。そうですね、そう、あ、でも来週あたりに多分おじいちゃん家とかに行って、お盆なのでいろいろね、そういうお盆の用意とかするから、そういうの手伝いに行ったりとかかな、
そういうのがまたね、アップできたらしようかなって思うので、はい、よかったらまた、ね、このちょっとくだらない雑談動画なんですが、ね、本当に暑いから皆さん水分とって、美味しいもの食べて、はい、元気に頑張りましょう。はい、こんな、本当ゆるすぎる動画なんですが、はい、またよかったら見に来てください。はい、じゃあ今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。バイバーイ。